どうも皆さんこんにちはこんばんはおはようございますトランペット黒田武也でございますさあ今日も張り切っていきましょう黒田武也のタマトーさあ なんて言うてますけども、頑張っていきましょうよ、皆さん。さあ、今年もあと、残すとこわずか。えー、一言だけよろしいですか今年は大変でしたが、皆さんよく、えー、まだ大変ですよね、でもね。まあ、よくぞ、よくぞ12月まで来れたな、なんて私は個人的に、えー、思っております。えー、もうね、世の中がどうなってしまうのか、なんて思ってた。 ぐらいの本当に経験したことのない一年で、ね、ございましたが、えー、なんとかここまで来れましたねなんて言ってますが、今日も頑張って、えー、やったくダクロ、おしゃべりタイムやっていきたいと、えー、思っておりますっていうね、この前ね、このマースをですね、あのまあ、僕も一応17年間向こうにいますが、まあかと言ってですよ、その、 ペラ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 。ラペ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 というわけではございません、英語が。で、もう完全に、このラペ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 の人にね、この前、ちょっとすいませんと、これ聞いてもらっていいですかと。m a r s これ、MAR ですかもしくは MER ですかというと、少しこう、冷淡な、 表情で MAR、MAR ですと、えー、言われましたね。えー、皆さん、す、え、べ、ー、てはっきりしました。MARS はね、MAR です。これ、まあ、でも R の発音中のは、我々ハポネーズにとってはですね、もう永遠のテーマなんじゃないですかね。あの、前回も言いました。僕の、もう亡くなってしまったんですが、えー、ローリー・フリンク先生、僕のトランペットのお師匠さん。 彼女の名前には、ね、このローリーっていうのはですね、L と R が両方入っておってですね、もうこの、私にとってはもう拷問のような、えー、名前でございましたけども、先生はもうその、太平,の太平洋のようにですね、広い心で、えー、僕のこの、えー、できない発音を笑いながらこう、茶化してくれましたけども、 え皆さんはどん,どんな L と R をお持ちですかなんて言ってますけどもねまあ今ねもう頑張って洗濯機を回しながらですね日々のえ僕の血と汗と涙についたえ衣服をねクリーニングしながら今これをあこのタイムアウト第42回をねとっとるわけなんでございますが。 今日はどんな話をしてやろうええー、なんて思っていましたけどもやはりこの12月のニューヨークの話悪くないんじゃないかと思うんですがまあちょっと前にもねサンクス・ギビングからクリスマスになってまあその何て言うんですかニューヨークのそのええ感じになっていくっていうその街の方の 雰囲気をちょっと喋りましたけども前回ちょっとこうご紹,ご紹介させていただきましてですねまあ私のアパートメントのねえー、ブルックリンはウィリアンズバーグにあります、えー、アパートなんですが、えー、もうねそこに住んで16年7年になるんですけど何なんでしょうねもう暖房 ががつかないいことが多い暖房がつかないことが多いっていう意味はですね、セントラルヒーティングっていう、一応僕分かったような口聞いてますけど、よく分かってないんですが、日本でよく見る、あの、エアコンみたいなもんではなく、こう部屋の片隅にこう鉄の塊があって、そこからこう湯気を出しながら、あったかい空気をですね、出していく。 えー、ものなんですよね。で、自分ではスイッチがないんですよね。だからもう、自動で温まるものなんですが、まあ僕のアパートはなかなかのボロの方で、ボロに偏った方でございましてですね、平気でつかないことが多いです。で、ニューヨークの12月、1月なんてのはもう、ゼロ度当たり前、マイナス 通常運転ぐらいのもんでございまして、ございまして、もうね、むちゃくちゃ寒いんですよね。で、どうやってダウンを取ったらいいのかなんてことになるんですよ、もう。で、大、ま、家、あ、にあの電話してもですね、梨のつぶて状態でございまして、梨のつぶてってどういう意味なんでしょうね。多分合ってると思うんですけども、えー、もう、全く掛け合ってくれないと。 しまいはですね、なんかもう、あ、お前たちも、あの、ポータブルの、あの、電気でやる暖房を買えみたいな話を勧められるぐらい、いや、ちょっと待ってと、家賃を払っとるんだという話なんですけども、もうね、部屋中の家にあるろうそくっちゅうろうそくを集めて、で、あの、カセットコンロをそのリビングに持ってきてですね、そこでこう、鍋やらおっきい、 えー、お大きい鍋ですねとかやかんとかをもう沸かして蒸気でね部屋の温度を上げるなんていうもう何時代の、えー、手法なのかみたいなことをやって。 いましたした、まあ、今、今ヤータクダークローは日本なんですけども、これからの季節、そんなことになっていく、うーん、やろうなぁ、なんて思いますね。もう、とにかく暖房がつかない。ついたと思ったら、むちゃくちゃ暑かったりね。夜中の4時ぐらい突然ついて、すっぴしょなと起きるとか、もうそれはそれは過酷な過酷なあの温度環境ですよ。もう。 まあでもそこがまた良かったりなんて言わないです。もう全然よくない。全然よくないです。もうあんなの寒すぎて本当に。今は特にね、風なんか引きたくない時期なんで、えー、本当に皆さんあの、温度調節だけはね、very important なので、えー、しっかりしてくださいね <music>、えー。そんななんか言うてますけどもね。まあここでまあちょっと、あの、えー、お知らせというか、 1え一個、これはあのユニバーサルさんあのレコード会社のユニバーサルさんからであの提案で1個やらせていただいたあの対談というか黒田拓也の「テイク10」っていうですね音楽について10分間、もう編集なしでゲストを呼んで。 しゃべるというやつを、えー、先週かな、えー、上がりました。なんと、えー、1回目のゲストがソイランドピンプセッションズの、えー、社長を、ね、お呼びして、えー、やったんですけどもなかなか僕もその10分間でしかもまたこう用意されたこの話題で、ね、しゃべりきるっていうのはなかなか難しいなと思ったんですけどもまあその社長のまた何でしょうね 風貌によらずって言ったらなんか失礼ですけども、むちゃくちゃもう、深い、また幅広い音楽知識と愛い、やー、かなわんなーと思いましたね。なんかこう自分がこう、ああ、自分は浅い知識でやっとるなーなんて、ええー、思いましたけども、そこはもうね、柔らかくダークロの、もう独自のリズム感と、ビットに富んだ。 えー、トーク力で、ねえー、カバーしましたけども皆さんよかったらそちらの方までチェックしてみてくださいなかなか面白い内容にもなっておりますから、えー、お楽しみにということです <music>、えー、またですね、えー、そんなん言うてますけども、えー、タイムアウトもう常連の方々からねまたあのー、いただいておりますあのお便りをね えー、波之助さんなんてのはもう私のですねこの,あの作品のシリーズをこう並べてこう写真を撮っていただいてるのも送っていただいてもうすごいですね自分我に、えー、我に帰ってこうバーッと今までの奇跡を見てみても、うん、たくさん出してるなと、えー、思いました、えー、ありがとうございますそして、えー、オリジナルポンドさんオリポンさんオリポンさんもまたですねその いろんな戦地この前23個前に話しましたあの単位の違いですねアメリカと日本のセンチやフィートやその辺がややこしかったみたいな話からえ感想をいただきましてですねなんかその表現の違いで困ったことやちょっとこう感じたことありますかという話なんですけどもなんかその例えば音楽でもこれなんかそのどんだけ細分化してるかっていう話ってすごい。 思うんですよね例えば僕はあのマティアスっていうあのチキングレービーのオルガンをやってた、えー、ドイツは、ね、ミュンヘン出身の、うん、友達がいるんですが毎年毎年1回は彼が呼んでくれてですねそのドイツツアーに行ってた時期があったんです、うん、で彼の実家にも泊まらせてもらったりとかしてですねもう夜,夜になればもう。 その近くのバー,バーやビアーガーデンというかビールのブリュアリーのところに飲みに行ったりするんですけどもすごくこう興味深いのがビールくださいって言えないんですよねもうドイツぐらいになるとっていうのもその地域地域の名前がついたのがビールなんでどのビールやねんっていう話になるわけですよだから 僕が言ってたそのミュンヘンのところでは、ヘレスっていうビールが主流で、で、常にその名前を言わないといけない。まあ、サポルくださいみたいなもんなんですけど、なんかその、ビールっていう単語が、なんか、彼ら使ってんのを、なんかあんまり見たこと、聞いたことなかったですね。なんかもう、地域地域によってビールがありすぎて、その名前を言っていくみたいな。だからちょっと遠出したら、 そこの地域の名前で頼まないと、えー、どのビールを出されるか分からないというか、だからロンドンでいうと、ティーをくれ、お茶をくださいなんていうのをこう言えないと、もうお茶の種類がありすぎて、ちゃんとどれが欲しいって言わないとこう困惑させてしまうみたいなね、なんかそんなんもあったりだとか、なんかそんなんってこう、細分化。 そ,うそのジャンルがたけてるところに行くとおいそれとなんちゃらくださいってこう言っても困らせてしまうっていうのは面白いななんて思いましたねなんか結構それは例えばなんかそのまああんまりないですけども日本のそのリハーサルの現場で「ここラテンでとか言って <laughs> いう話になった時に。 ラテンテっていうのはねなかなか難しいですよねなんか曲調、まあ、からこうその3文字だけで明らかだという時はあってまあそのまま何の問題もなくいく時はありますけども、えーまあ、じゃあどのどのフィールなのかっていうのはねこう。 うまく説明しないといとけなかったりだとかかなんかそういうのってまあこう表現というよりかはその面白いなといかにこう細かく細分化してるかみたいなのは結構え地域地域やまた音楽の現場でもねそのフィールを説明する時にすっごい。 あのー、必要とされる時があるななんて思いながら思い出しましたけどもいやドイツのビール飲みに行きたいですね皆さんはどんなビールがお好きですか <music> なんてこんなのらりクラーリンチョでね、えー、いつも通りアタックダークロトークを突き進んでおりますとふとなんかちょっと。 ちょっとなんかニューヨークの地下鉄のプラットホームで、ええー、ひょんなことがありましたな、なんていうのを思い出しましたね。これはちょうど、5、6年前、もっと前かな。何気なく地下鉄で電車を待っとったわけですよね。ニューヨークのとある日に。そしたら、アメリカ人で結構見た目はファンキーというか、こう、ちょっとこう、なんていうんやろ、こう。 ものすごい色彩豊かなシャツを着たですね。で、サングラスをかけた。ロン毛の人が近づいてきましてね。ヘイメント私に喋りかけてくるわけですよ。まあまあ、向こうではね、なんか人に、あの、知らない人でもパッと声かけたりすることが結構多いんで、また、まあ、その靴いいねとか、まあ、そんな些細なことでもね、ファッとこう、声をかけちゃうような、えー、お国柄なんで、まあ。 僕も,慣れ僕も慣れてたんでね、ああ、でしょうみたいなお日本。日本の人ですよねみたいな。ああ、そうです、そうです。みたいな何をされてるなやったかなこう、知ってますみたいなことを言ってくるんですよね。えっと、俺のこと。どれもなんか、ああ、つい俺もここまで来たかと。え頑張ってきてよかったなと。 もう俺のことを知ってくれてると。で、その人もなんか日本が好きでよく行くと。多分奥さんが日本の方って言ってたんですかね、その方ほんで、なんか、ああ、そうですかと。ほんで、もう俺はてっきりもう本当に俺をこうジャズトランペッターとして認識されてると思ってですね。なんかこう、嬉しかったんですよね。で、名前何やったっけって言われて、ああ、もう自信満々で、拓ヤは黒田ですと。 下向こうが、うん、なんかそんなんやったなーみたいな「いやでもあれなんかちょっと名前違うのあれなんか芸名みたいなの持ってない?」みたいな言われて「いや芸名ないですよ」と「拓也黒田一本で行かせていただいてます」みたいな話をしたら「<laughs> え君なんかピタピタの服着てなんかテレビ出て踊ってない?」って言われて「いやそれそれパパイヤ鈴木ですよん!」 かぶってますやんいろいろっていう話になってもうあれはねショックでしたね僕もまだまだやなーなんていう、えー、思ったこともありましたよ皆さんも皆さんはどんな人間違いをされたことがありますかなんてねまた適当なことをのらりくらりと喋ってまいりました皆さんご清聴いただきありがとうございますビシバシシステムでございます えー、最近ね、八ークロはですね、まあ、こんな一人しゃべりしてますけども、妙にですねお取り寄せづいておりましてですね、えー、ねえっとね生きたエビをね、この前 <laughs> あの取り寄せてみました。というのも、私、天ぷらを揚げるのがものすごい好きでございましてですね、えー、いろんなエビをこう試すんですが、 自分のもう長年の夢の一つやったんがですねニューヨークにいた時からですよ生きてるエビをので天ぷらをしてみたいとそのやっぱりこうニューヨークでもこう売ってるエビっていうのは一応冷凍されててどれくらいフレッシュかは別にしてまあその生きてるエビをかこう皮を剥いてねえ仕込んでフラあの天ぷらにしたことはまだなかった たもんでですねこの前ちょっとドキドキしながらやってみました、えー、答えは出ましたねえー、揚げ方に問題がありました、えー、エビはむちゃくちゃ絶対うまかったんですけどもうちょっとねこれはね突っ込んで研究する必要があるなとエビ以外はむちゃくちゃ上手に揚げるんですけどねあとはこの前ハマグリをちょっと取り寄せましてですね取り寄せる必要があったのかどうかは別として たくさん、えー、仕入れてですね、お鍋をしました。まあ、こういうてのもね、いや、なんかちょっと皆さん、あのー、なんかもしね、得意のお取り寄せ、またはおすすめのお取り寄せ材料があれば、えー、なんか教えてほしいななんて思ってます。まあ、今はね、こういう時期なんで、こうおうちご飯っていうのが、なかなかこう、キーポイントになっていく季節でございます。ございます、えー。ですからね、なんかその辺も、 タイムアウターたちのこのつわもの料理研究家でもねちょっとご意見も聞いてみたいななんてあノ、の、な、ー、なんて思いますけども皆さんはどんなお取り寄せをしたことがあるんでしょうかまあ年末年始に向けてですね冬はやっぱこう材料がいろいろ豊富な時特にこう海鮮なんていうのはビクビクボクボクジョクジョク出てきますからですね なんか耳寄りなインフォメーション、えー、情報をですね、いただけたらいいかなと思いますが、えー、こんな感じで第42回、やタクダークロのタイムアウト、えー、今日も楽しくやらせていただきました。さて、なんと、なんとなんとなんと、水長圏 大きな、えー、今回はですね、あの、お知らせがございますなんですけども、なんと、12月28日の月曜日に、えー、2年前に始めました、えー、大忘年会と称してずっとやっておりました、A-TAC、大忘年会、えー、音楽フェスティバル的なやつ、今年はどうしようかどうしようかなんと、えー、関係者一度迷っていましたが、せっかく2年もやったんじゃないか、やったんじゃないかということで、やりますもちろん、 感染対策、えー、そして集客もね集客というかキャパシティももうほぼほぼというか半分以下に抑えて、えー、毎年やらせていただいている WWWX の方でねぶちかましましす今回はでももう10時には公演は終わってしまうんかな,なんかすごい早い時間でのもうそれも感染対策も兼ねてなのでとても早い時間のライブにはなりますけども、えー、ということでなかなかこう対バンとか 何バンドも呼ぶことはできませんが今回は黒田拓也 A タックバンドあのおなじみの私のビッグバンドに、うんえー、スペシャルなゲストなどをもりもり盛り込んでですね楽しい一夜にしたいと思っておりますあの困難意気ってあれですけども、うん、ブルーノートなんてのはセカンドがもう早々に売り切れになっちゃったりとかして僕の親しい友達もチケット買えなかったなんて言ってくれてる方もいました 朗報だと嬉しいですね、これが。年末の年末に、えー、もう一度、えー、黒田拓也を味見できる <laughs>、えー、来ましたということで、皆さんぜひチェックアウトしてください。12月28日、えー、渋谷 WW、WWWX 黒田拓也 A タックバンド、ワンマンライブプラススペシャルゲストということで。 えー、今年の締めくくりにですね、締めくくりに最高なんじゃないかと思います。えー、皆さんどうか、えー、よろしくお願いします。もう本当に毎回言ってますけど、2020年、えー、まさにもう先週楽、終盤も終盤でございます。皆さん、えー、体調を壊さぬよう、えー、最後、駆け抜けてまいりましょう。 今日もご清聴どうもありがとうございました皆さん今日も気をつけていってらっしゃい